こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は、広島か九州に住んでるあなたに、えー、朗報があります。イオンがアウトレット事業に参入へということでね、えー、来春、ザ・アウトレットを広島店広島市に出店すると。でね、スポーツ用品や医療品のアウトレット用品を取り扱うそうです。まあ、これね、今、アウトレット、まあ、プレミアムアウトレットとかありますけど、 今あるアウトレットってね、えー、ほとんどがブランドもののアウトレットですね。で自分で使うものを買うにはいいんですけど、えー、転売の場合ね、えー、特にアマゾンで売る転売の場合は、もうブランド品はすごい扱いにくいです。えー、ブランドファンで厳しいところはね、えー、もう出品してるとアカウントがなくなっちゃうとか、まあえー、カタログが、ね、削除されてて出せないとか、まあ、カタログ削除されて出せないのはいいんですけどね、 え、出してね、え、売れてて喜んだら半年後にね、あの商品売ってたからあんたのアカウントもなしね、というのはもう本当にまずいんで、え、プレミアムアウトレットは仕入れ場所にならないと。ただ、イオンはもうほとんどがプライベートブランド、まあノーブランドなんでね、アマゾン室の仕入れにうってつけです。しかも、まあ多分、元からイオンの商品ってね、割りかし安いんで、それアウトレットしたら相当安いはずですし、 まあ、プラス日本の放送のまんま売るとね、えー、まあ、アメリカなりオーストラリアで買った人が、日本だよ、日本製だよと。ねまあ、実際問題はね、日本製じゃなくてメイドインジャパンとかメイドインベトナムとかね、メイドインインドネシアって書いてあるんですけど、やっぱりね、えー、日本、日本のメーカーが、えー、管理した商品っていうのはね、出来が良くて人気です。そんなわけでね、 オーストラリアアマゾンで販売すするる商品を仕入れるのににとても良い場所になります私もね、これ、えー、広島アウトレットできたら、ちょっとね、行ってみようと思ってるんですけど、まあ、九州にも、スペースワールドの跡地にも出店を検討ってことなんでね、これどうなんでしょうね。一度に2箇所オープンするんでしょうかね。立地的にそんなに離れてないんで、 まあ、もしかしたらね、えー、1つの供給先からこの2か所に、えー、出すというので、条件面で折り合えば、ね、出すんじゃないかなと。で、スペースワールドの跡地にね、他に何つくんだって言ったらね、まあ、イオンがアウトレットやるんだったらね、それに勝る多分計画ってなかなか出てこないと思うんで、まあ、きっとこれスペースワールドの跡地にも、ね、出展すると思います。 九州の人はね、広島にも行こうと思えば、まあ、新幹線でわりかし近くなんで行けると思いますけど、まあ、スペースワールドの跡地にもできたらね、えー、ますます仕入れしやすいですね。九州はね、仕入れしやすいと思います。結構ね。マンダラケとか行っても、首都圏にないような商品が普通にね、えー、小倉と博多の店には置いてあったりしますんでね、えーまあ、元から仕入れしやすいんですけど、 このイオンのアウトレットが、まあ、進出したら、より一層仕入れしやすくなると。で広島についてはね、今一まひ、ねえー、そつ、ここに行けば、えー、仕入れがすごい簡単ですという場所がね、なかなかなかったんですけど、これアウトレットできるとね、相当やりやすくなるんじゃないかなと思いますので、えー、広島、それから九州地方の方は、このイオンのアウトレットオープンを楽しみに待ってください。 またオープンしたらね、えー、見に行って、やっぱり仕入れ良さそうだなということであったらね、えー、仕入れのツアーなんかもやってみたいと思います。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。